あ、ちなみにそうだ、今日なぜここにいるかの話しなかったけど、今日ちょっと両親に会う予定があって、というのは引っ越しとか賃貸の契約で身元保証人が必要 で、最近の賃貸ってさ、なんていうの、大体どこも身元保証人立てなくてもなんか保証会社が間に入ることが多くて、実印必要じゃないんだけど、今回本当に身元保証が立てなきゃいけなくって、だから親父の実印がいるんだよね、ということで今回は掛川にやってきました。まあ必要、不要不急の外出うんぬんって言われちゃうとあれなんだけど、これ必要早急な案件なので、まあ、やってきたというそんな次第だね。あれしだれ桜だな、梅じゃねえんだ。そうか、もう梅はもう散ってるか、3月に梅のわけねえか。しだれ桜ってちょっと早いんだな。なるほど、そういうことなんだな。はいはいはい、さてさて、ここから浜松の駅前の、まあなんて言うんだろうな、商店街、まあちょっと今日はその両親と飯行っちゃうから昔食べた飯屋とか紹介できないのがちょっと残念だけど、まあまた来ることあるかな、いやどうだろうな、まあ、あでもあり得るけど、その時には紹介できたかなって思うんだけど、昔行ってたねラーメン屋とかがあるんで、まあ、そのあたりも前を通ろうかなというふうに思います。なんだこれは、卒園旅行みたいなやつなのか、なんかあれだな、カモみたいだなおっしゃー、いいね、すごいね、元気だね。いやすごいな、私がいいと思うんですけど、最初のクラス見てもらって、それで全部あと見てもらって、やるな、あ、ドローンで撮影してる人がいる、すごいな。子供たちが何か見てる、何見てんだろう、あ、鯉がいるんだ、はあ、はあ、いいね、元気だね子供たちがね。でここが一応なんだろうな、道の駅とは言わないけど、なんつうんだろう、ちょっとしたお土産売り場なのかな。前にちらっと中覗いたことあるけど、まあ今ちょっと荷物増やしたくないからあれだけど、この辺はねやっぱお茶だね、お茶とか日本酒じゃないかな。ちょっと中行ってみるか。ね、あ、うなぎパイ、あ、そうそう、静岡茶まんじゅう、掛川濃茶パイ、でもあと何があるかあんまりピンとこないな。酒かな、うなぎボーンゴールドだ、これ美味しいよ、うなぎの骨せんべい、ムカデみたいだけどでもやっぱメインはお茶だね。いや、いっぱいあるわ、
なるほどね。まあお土産屋兼軽食屋館かな。あ、ここはなんだろう、もうコロナで撤退かな。あーぽいね。はいはい。フリーダム、何やだこれ、バーか、分からんな。この辺りはそんな感じ。こっちがね、今駅前に向かって続く大きな道路で、うん、まあ居酒屋とかお店とかもまあまああったり、まあ特に最近って言って も自分の言う最近はもうなんていうかすげえ昔になっちゃうんだけど、新しくなんか高層マンションみたいなのが建ったり、その自分が高校の時と比較するとだいぶ変わった街並みかな。でもここはあんまね歩行者いないんだよね。まあ姫路城みたいな感じでね、こう駅から城までまっすぐ見通せる道路とかだったらいいんだけど、ここそうじゃないんだよな。なんかこの道路広いんだけど、なんかねあんま人が歩いてるイメージがないし、高校時代は通ったことないな、多分ほぼないんじゃないか。ここはなんだろう、パスタ、ピザ、ナイトスポット、はあ、はあ、千住久保田、はあ、はあ、居酒屋とかだね、串揚げ居酒屋、はいはい、水族館スナックかな、いいですねいいネーミングですよ。出た、連雀、そうだ連雀なんとかとか言うんだ、そうだこの辺りを、そうなんだわ。うわ、でも結構こう見るとすげえ建物あるな、ちょっと向こう行くかあーなんかあれだな、商店街なんだな、ちゃんとまだ。昨今の商店街といえば、あの大体閉まってるイメージだけど、あ、スナックとかもあったんだこんなとこ。え、てかスナックだらけなんだな掛川って。めちゃくちゃな風評被害。いや、それはスナックの人に対して悪いか。スナックだらけだったんだ、知らなかったな。あー、なんか入りづらそうな、ちょっと高そうな居酒屋さんもあるね。へえ。あ、これか、静岡おでん屋台とかいう、よくわかんねえの、こんなのがあるんだよね。そうそう、本陣通り屋台案内図。へえ、本陣って読んでいいのかな。すごいね。うわ、こんなのやってんだ。これ多分昔なかったけどね。通るだけ取っていいかな。静岡市のなんか屋台通りっぽさあるな。すごい。まあ今はね、昼だし。誰もいないけど、なんだこれは、よくわかんねえのいっぱいあるな。なんて読んだこれ、漢字が読めないこれ多分結婚式挙げられるんだろうな。あ、これはトイレか。はいはい、多分そうだな。麺屋利休、千の利休みたいな感じか。あ、そう、なんかすごいとこだね、こういう場所がこの掛川市という小さな町に生まれてるとは思わなかったな。あ、一応トイレもあるんだ、すごいね。まあ個人的にはね、あんまり、こういうとこ好きじゃなくて
個人的な話ってあんま好きじゃないから多分そこまでテンションは上がんないんだけど、でもやるなぁ。まあでも特にこんだけ狭いところで、まあ、まあいわゆる密な空間の方が盛り上がりそうな場所だけど、今は結構厳しそうだね。でも面白いものがあるんだ。出ると名学館和田塾、来たことねえな。こんなのあったっけかな。いやこっち来ることねえからな、高校生の時は。もう部活終わる、家に帰らなきゃいけない、速攻で電車乗る、家着いて10時半とか、そんな生活だったからな。あ、こう見ると掛川もなんかあれだな、あんまり何もない街かと思ったけど、探索のしがいはあるかもな。なんかちょっと今日辛口かもしれないけど、やっぱりこう地元っていう場所ではないんだけど、なんていうか地元ライクな場所ゆえ、桃源郷旅館ね、はあ、はあははあ、ちょっとなんかいろんなこと言いたくなっちゃうな。へえ、そうか、こんなのがあったんだな。ちょっと変わったな、すごいな、こんなものがあるんだな。10年とか経ったらもう全然変わるんだね。いや恐ろしい話だわ。まあ実家は定期的に帰ってるから結構アップデートが進んでるけど、この辺りはもう分からんね。パン、手作りパンとケーキ、アンデルセンはまあまあ有名なパン屋さん。何これ、ワーキングスペース掛川。あ、そういうこと。へえ、こういうの増えてるよね最近ね、いろんな街でネットカフェみたいな。そうそう、アンデルセンはまあ有名だよね。でラーメン屋この通りだったかな、一本向こうだったか、ちょっと怪しいんだよね。あ、でもここだな多分。あ、向こうか。今10時36分。うちの親父の車がやってくるのが11時、掛川駅。したがって、あと残り時間はだいたい20分と、まあちょうどいいぐらいだね。北口歩くにはちょうど、まあ、1時間くらいがいいとこかな。すげえ音だな、軽自動車。エンジン限界じゃねえか。あれ、ここなくなったんだったかな、どっちだったかな、あるかな。あれ、通り違い。ラーメンなんだっけ、味付けがあった気がするんだけど、味付けもう今ないんだっけ。あれ、あ、掛川はあるのか。浜松の味付けはないけど掛川はあるんだったっけ。あら、ここじゃないか、通り一本違うのかな。確かこの辺にあった気がするんだけどね。トムヤム食堂、ベトナム系の食堂もできてるんだ。あれ、ちょっと違うっぽいな、一本向こうかな。いいですね、商店街って感じしてますね。和菓子屋さんかな、鮮魚、冷凍食品、魚屋もあるんだ。いや魚屋とか絶対こう目に入らんもんな、高校生の時じゃ。天津堂、多分今私服っぽい感じで歩いてるこの若手たちは
あれだろうな、大学数じゃなくて高校3年生で多分入試の結果の報告っていうのに行かなきゃいけないんで、おそらく入試結果報告をしてるんじゃないかな、学校行って。まだ国立の前期の結果多分出てないのかな、まあ、でもそろそろ出始めるだろうから多分それだろうね。あれ、あそこの通りじゃなかったかな、実助。曖昧だな、あれここ、こういう細いとこじゃない、こういう細いとこは多分行ったことないし、わからんし知らんし、みたいな。居酒屋ね、あ、一本向こうか。いや、こう見ると意外となんかあれなんだな、飲むとこあんだな、かけども。へえ。本当目だよね、なんつうか興味ないものってやっぱ見えないもんね。逆に高校生の時に目に入ったけど今見えないものもあるんだろうな、きっとね。それは居酒屋も魚屋ももう見えんわな、あの当時は。今何を見失ってるんだろうな。目に入るけどいらない情報として切り落としてるのが多分すごくたくさんあるんだろうね。うん、この通りかな。あれ、あそこ美味しかったんだけどな、味付け。写真屋、睡眠館鈴木、あ、オーダーメイド枕とか言ってるとこだったよね。焼き鳥屋すみれ、カラオケミッション、はあ、なんかいろいろあるな。もうなんか雰囲気ある看板だな。いいですね。あ、あるじゃん。あった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 。この通りだ。電撃生中、新時代ってこんなとこにもあるのか。まあ、ここはあれだよね、激安居酒屋だよね。うわ、激安居酒屋の匂いするわ、久しぶりに嗅いだな。なんだろうな、あの安い居酒屋の匂いってな、タバコとかなんかいろんなものが混じってんだろうな。主客神社、何ですかこれは。これお店かな、まあいいや。私がさっきからずっと行っているラーメン屋さんはここ、味付け中華そば。ここね、結構行ったんだわ。ここもしかしたら俺の、そうだな、こうニンニク系のラーメンが好きになったルーツがここかもしれない。で、もともと味付け確かね、浜松にあるんだよね。で、浜松に行った時によく行っていて、で、サムライ麺っていうのがあって、サムライ麺はやべえぐらいなんかニンニクとかが乗ってて、まあだ当時結構、もう結構前だから、いわゆるなんか東京で流行っていたそういう、なんて言うんだろうな、家系ラーメンみたいなの、割と早めのインスパイアだったのかなと思うね。そしてもうあっという間に駅近く、屋台寿司ね。でこれがさっき言った掛川らしからぬめちゃくちゃ高い建物、まあいわゆるマンションといって差し支えないよね。あんまりこの辺マンションと呼べるような大きなものはないんだけど、まあいわゆるマンションがある場所だね。半額ドリンクタイムサービス、だからここはいわゆる再開発済みのエリアかな。
ツヤ、ワインバーとかね、なんかいろいろ置いてあるんだよね、ここ。まあ今は厳しそうだけど、まあいろんなものがあるわけよ。居酒屋あり、カフェあり。ちょっとねコロナのせいでね、いろいろ変わりすぎちゃってるからな。でここにスーパー、あれここ業スーだったっけ、アミカって業務スーパーだよね。業務スーパー、ここなんか別のやつ入った気がしたけど、まあアミカなのか。へえ。まあそんな感じで大体掛川駅の北口、まあいわゆる、まあ、いわゆるね、メイン道路の方は、まあ、攻略できちゃったかなというふうに思います。まあ、西港あり、掛川城あり、図書館あり、報徳なんとかあり、うん、そうね、お土産売り場あり、そういう意味だけどこの辺の居酒屋はねもうすぐしょっちゅう変わってるから、一体何回俺がここの街を去ってから新しい店に変わってるか分からんぐらい変わってる。まあここで店続けるの難しいってことなんだろうな。意外とこう駅から歩いてすぐの好立地なんだけど、なんかいまいち人が入らないというか、そういうスポットなんだろうな。結構大きな街だな、こう見ると。あ、でもさっき自分で言ったけど本当気になるな、俺は一体何が今見えなくなってるんだろうな。どこから注意がなくなってるんだろう。まあいいや、考えよう。それはこれ真田学院とかでしょ。はいはい、あ、これかな、うちの車。